どうもリップセレクトのあゆみとまさきです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は盛り上がってしまいましたねチームセルフィッシュの。あ、そうですね、はい、結構話もね弾んで、はい、答え合わせ以外にもね、はい、話しましたね。はい、はい、いいと思います。今日もまた誰かのモノマネから。あ、びっくりした、はい、今日も誰かの悪口から始めるっていう。悪口いきませんよ、私そんなこと言ったことありませんよ。一回もチームセルフィッシュでね、その悪口をどんどん言ってきますから。かっこキングだっけさあ、はい、またモノマネであゆみがこのリップデリバリーフライデーの概要を説明してくれます。どうぞ。はい、行きます。ちょっと待ってくださいよそれ入ってんのかなと思っちゃうんだよ。行きましょう。現在リップセッションリップスタジオでは新しいリップセレクトリップデリバリーモンデーの対決シリーズ、そしてこのリップデリバリーフライデーでは今までのセレクトの楽曲を毎回ランドルにレコーディングやら撮影のリクソードさらにアーカイブしていくという楽曲企画を行っております。 YouTube ではダイジェスト並みとなっておりますか人の会員サイトチームセルフィッシュではアーカイブした全てのエピソードが視聴でき、その他両楽曲や解放誌もご覧になることができます。うん、美味しい。詳しくは詳細欄をご覧いただき、ぜひご登録の方よろしくお願いいたします。何言ってか分かんないあのね、何言ってか分かんないけど、今までの中だったらバクツグに一番近いと思います。よしただ何言ってんのかが分からない。まあその人はそういうもんです。これでテロップで出してもらってそちらの方読んでもらうしかもう手がないですねはあ、いやこれちょっと答えがね、皆さん気になるでしょうけども、はい、はい、早速曲の方の話をね、はい、いきたいと思います。おぉ、ドリーミンハート、おぉ、セラサスボーカリストワークスかけるリップセレクト、ロックな1ヶ月になりそうですね。モノマネも含めてね確かにドリーミンハートもう、なんかいろいろエピソードあるんじゃないですか。そうですね。今、たまたまなんですけどね、こうジャケットこう出てますけど。うん。どこまで話していいものか。いや、まず真ん中の話からしましょうか。え、それバレちゃいますよ。ダメですよ、ピー。え？いや、別に、いや、真ん中のその話からでいいんじゃないですか。いや、そもそもだから、いや、ある時、当日どうしてたかとかそういう。あ、そうです、そうです、そうです。いやいや、そう、別に何でもかんでも悪口の話じゃないですよ。なんで悪口で言ったから最初に。いやいやいや、そんなこと言いませんよ。そうそうしますよ、私は。違いますよ。いや、そうじゃなくて、はい、そもそもだからこれの前に一個動画やってるじゃないですか。カバーで。あー、やってますね。そうです。この真ん中の人からの話じゃないですか。提案というか、そうそう、だから真ん中の人って言ったんです。なるほどなるほど。なんだこのサングラスって話じゃないですよ違いますよ。そもそもあれですよね、なんかのイベントに出ようみたいな、うんうんうん、そうですそうですそうです。なんかそのイベントがあって、あれはアニソンなのかな。アニソンなんですかね、うん、結局なくなってましたもんね。そうそうそう、なんかその企画自体がなくなっちゃっていたんだけど、それに一緒に出てほしいみたいな感じで連絡が来て、じゃあやりましょうってやったんだけど、その企画自体がなくなっちゃったから流れちゃったと、うんうん、でじゃあまあなんだから せっかくだから曲でも作りましょうかと、うんうん、というので作ったと、
まあ、曲は私が書いたんですけど、でその前にそもそもこの真ん中の、まあ、真ん中の人じゃない高橋さんそうですねはい、あの声優高橋さんとは先週その話はラビーズパーティーの、ラビーズパーティーは関係ないのか、その NHK のオーディションのホールでのイベントかな、エッグマンの時もいたんだっけ。いました。エッグマンの時もいた。じゃあいたんだね、ずっと、ね、最初からいました。あ、そうなんだ、最初からいましたの時にお会いしていて、その時はだから MC の人とまあミュージシャンみたいな感じで出てたわけですよ、お付き合いとしては、うん、別にそういうそれ以上でもなく、うん、でお声をかけていただき、じゃあやりましょうかと演じてやったわけですよね。そうですね、うん、出会いはそうですね。ですよ。なんかないですか、その。で、その企画が倒れてしまって、はい、それで終わりにはならず、うん、まあ、せっかくなんで、うん、なんかやりましょうよってなって、うん、作った曲がこれです、ね。それさっき俺言ったよね。言ってましたっけ？OK 、うん。で、曲でもうできて、レコーディングはバラバラにしたんですよ。うん、バラバラにしましたね。はい、別に各自というか、そうそうそう、合同でレコーディングしたんじゃなくって、うん、そうデータのやり取りみたいな感じでレコーディングをして、うんうん、で曲を、まあ、まとめて作りました。 でこうなりました、じゃあこういうの入れましたみたいな感じでやり取りをして、データのやり取りをして作りましたね、うんうん、で撮影写真の撮影は合同でというか、まあ実際そうですね、あって合成ではなく、そうですよね、俺はちゃんと5人います。はい、でライブでミュージックビデオを撮って、うんうん、それを合わせたのが、うん、その NHK のサイトに上がってたっていう、えフルバージョン上がってたっけ。あげましたよ。あ、そうですか。そのために、はい。ミュージックビデオ作ったんですよ。そうなんだ。じゃあ、それももしかして今は見れない？見れないですね。あの、YouTube のは途中までしか。あ、そうなんだ。フルではないですね。ちょっとじゃあ、後で見てみましょうか。はい。なるほど。全然記憶なかったです。あ、本当ですか？はい。まず、これに、ね、その PV が存在していたこと自体忘れてました。意外とこの曲についての話とかは YouTube まだ残ってます、はい、うん。あ、そうなんだ。そうなんです。へー、記憶ないですね。ちなみに僕、このジャケットの時のあなたの髪型とか髪の色、私結構好きです。そうなんですか？はい。このドキツイ金の。ドキツイですよね、はい。この時です。で、あれなんですよ。この時にはあなたの髪の色を見ていいなと思ってて、で今度あなたはちょっと落ち着かせたいって言ったんですよ。そう。で、私この色にしたの覚えてます。あ、そうでしたっけ。この後、あなたがそのちょっとくる、だいたい同じ色にしたことないんですよ。そうですね。だいたいいつもどっちかが明るくってどっちかが暗くてとかしてるんだけど、うんうん、あ、そんな気に入ってたんですね。そうですね、これいいなと思ってて。私はちょっとヤンキーみたいで嫌でしたね。あ、そうなんだ。自分でブリーチしたみたいな色になっちゃった美容室行ったにもかかわらず。あ、なるほどね、そうだったんです、ね、そうです。うーんなるほど、うん、じゃあこの話はもう大丈夫ですか、言い残したことは。いや、また後でチームセレブシーの方に、ね、ます向けて話せばいいじゃないですかじゃあまずね、YouTube の方はここら辺でということで、はい、リップセレクトのあゆみとあだぎでした。